それでは熱波師さんはなぜ熱い風が出せるのかっていうのを、熱的な観点で話したいと思います。まず熱波師さんがよくいるサウナって、どんなのって言いますと、サウナ風呂、また略してサウナといい、フィンランド式の蒸し風呂です。このサウナには乾式と湿式って2つあります。湿式は40から60度、乾式は、80から100度です。で、乾式の湿と湿式、なんでこんな温度差があるかって言いますと、水の方が空気よりも、熱の伝わりが良い。これ、ちょっと、次のスライドと、また別の視点の関わりがあるんですけど、熱伝導というものがあって、大体主に固体と固体間なんですけど、もちろん流体にも、流体、水や空気のような流体にも一応その熱伝導というものがあって、空気よりも水の方が、高いので、その熱伝導が高いので、湿式っていうものは、低い温度、乾式よりも低い温度じゃないと火傷しちゃうっていうものがあり、乾式よりも湿式の方が温度が低くなるっていう話があります。熱伝導に関してはちょっと今回話の筋とは少し離れるので、説明を割愛させていただきます。で、次になんで熱波師の、風は熱いのかって言いますと、これには一つ大きな話がありまして、さっき言った熱伝導とはまた別の熱の伝わり方、熱伝達というものがあります。これは、主に固体と流体間での熱の伝わり、さっきの熱伝導は主に固体と固体、液体もあるんですけど主に固体と固体でも、熱伝達は固体と流体間での熱の伝わり、これが主です。で、この熱伝達の特徴としまして、100度の空気があって、例えば人、30度ぐらい、35度ぐらいの人がいたとしたら、そこに温度差のバリアがあります。ただ、この空気が風のように人に当たってくると、その温度差のバリアが薄くなって、このように、人に熱が直接当たるようになってきます。そのため、熱波師さんがよく人に風を当てると、そのサウナの熱を、バリアを破って人に、当ててるということで、熱波師さんの風が熱いっていうことになっています。同じ熱伝導で、また缶コーヒーを振ってみようということで、やってみたいと思います。今度、ホットの缶コーヒーを振ると、この表面温度、缶コーヒーの表面温度がどうなるかっていうのを今度、実験でやってみたいと思います。以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。